皆さんこんにちは、じゅんです。今回は、寒くなってきたので、防寒対策、私のおすすめする防寒対策を、紹介したいと思います。まずですね、インナーから。まあインナーといえば皆さんも大体持ってると思うんですけど、ヒートテックね、ユニクロのヒートテック。もうちょっとなんか肌着を見せるみたいで恥ずかしいんですけど去年までは私はヒートテックを寒くなってきたら、まあ、2枚着たりとかしてゴルフウェアを着ていたんですが、最近ですね、まあ、よくゴルフショップとかにも置いてあるのがこのゼロフィット、箱にね入ってるんですよ、1枚ずつで。すごい分厚くて、中がちょっとわかるかな、すごいね裏地がついてるやつでして、これですとなんかこれ1枚でインナーはすっごく暖かいですね。周りの人も結構これは男性も買ってる方が多くてですね、逆に暑いって言ってる時とかあるので、もう1月2月とかもうほんと寒いなって思った時にはかなりおすすめの防寒対策の一つですね、ゼロフィット。下はまあ11月12月そんな寒くなかったら、まあ普通にタイツで、まあ80デニールぐらい、まあ女性ならわかると思うんですけど80デニールぐらいで、もっと寒くなってきたらこれはね110デニールかな、まあ、すごい分厚いタイツですね、分厚いタイツ。これも、まあ、ちょっと太く見えちゃうんですけど、まあ、寒いとゴルフもできないのでやっぱり分厚いタイツを履くのがおすすめです。あとタイツの下にさらに私はまあ毛糸のパンツを履いて、ちょっと恥ずかしいからすぐします、毛糸のパンツを履いてお尻も温める。それでもね結構お風呂入る時とかもひんやりしてることがあるので、やっぱりなるべくこういう温かいものを下に履いてます、私は。あとですね、防寒対策のおすすめのポイントとしてはやっぱりその首という首を冷やさないことですね。で、まあ、まずそうだな、ネックウォーマー、11月とかだったら、まあ、こういう薄めのネックウォーマー、これはなんかどこで買ったの、島村とかそういう感じで買ったと思うんだけど、ゴルフウェアじゃなくてこうペラペラの本当に毛糸のネックウォーマーを、まあ、まだそんなに、ね、寒くないでしょみたいな見た目になっちゃうので、こういう薄めのレッグウォーマーを1枚持っとくと、そんなに寒くない時期でもまあ緩く暖かくみたいな感じ温めることができるので、ちょっと1個持っていくといいかなと思います。で、まあ、定番なのが、まあ、この白いニット系の、ニット系じゃなくてもいいんだけど、まあ、レッグウォーマー、やっぱね白のねレッグウォーマーがやっぱ一番モコモコしてて可愛いし、男性の受けもなんかいいイメージがあります。これはキャロウェイの後ろにこうボンボンが、上にボンボンがついてるタイプで、中も裏地がついてるのですごく暖かいです。で、すごい寒くなってきたらさっきの薄いレクオーマーとかを下に履いて、さらにこれ履くともっと暖かくなるので、まあ、セットで使うこともできます、はい。まあ、さらにね長い靴下とかをハイソックスとかを下に履くとより暖かくなるので、なるべくもう見えないところに分からないように何枚も重ね着するのがポイントです。あと、ね、足はねやっぱり寒くなるので、まあ、靴下用の春カイロをいつも上につけてます。下につけるとなんかグリ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 しちゃって、なんか前中身が出てきちゃったことがあったので甲に貼ってます私は。
あとですね、まあ定番なのがネックウォーマーですね。これはね、今月のグリーンゴーラの付録についてたやつがあったので持ってきました。これはユニクロで確か買ったネックウォーマー。まあなんか2、3枚白系のやつがあると冬は乗り切れると思うので、ぜひ。あとですね、去年のリンゴルフのウェブサイトでもご利用ししてたのがこのハンドウォーマーですね。じゃん。これは、まあ、よくありがちなのが、まあ、こういうミトンタイプって言えばいいのかな、こういうタイプのなんですけど、やっぱりつけたり外したりするのがめんどくさいし、置いてきちゃったりとかすることがあると思うんですけど、もうこれはこう上と下穴が開いてて、で手を通して親指も出るんですけど、寒かったら手入れて打つときはさっさとねめくるだけでよくて、ここってやっぱ出ちゃうんですよね、グローブと上着と手首の隙間が出ちゃうんで、これがあるだけで全然寒くないです。もうこれを忘れた日にはもう終わったなって思うぐらい私はこれを重宝していて、なんかインスタの方も結構買ってくださったみたいで、このパラディーソのハンドウォーマーがおすすめですって言ったら結構売れたみたいですね。売れたのか、みんな買ったよって言って写真あげてるのを見ました。本当におすすめです。で別でもなんかもう一個買ってみたんですけど、やっぱりこういう、伸びるタイプの方がおすすめ、適当に使えるので。あとはまあ寒いんで絶対両手グローブしてます。手が冷たくなったらやっぱり手の感覚がなくなってゴルフって全然できなくなっちゃうと思うので、手はやっぱり冷やさないようにするっていうのが一番かなと思います。はい。あと帽子ですね。バイザーとかもやっぱいいんですけど、どうしても頭部とか耳とかすごい寒いと思うので、私はいつもこういうニット帽、ニットの帽子をかぶって、まあ、耳までこうやってかぶってます。で私はこのつば付きが結構好きで、ないやつはなんか日差しがやっぱり眩しいので、私はやっぱりこのつば付きのニット帽、いつもこれかぶっときゃいいやみたいな感じでかぶってます。こんな感じ。もしなんだろう、普通のこういうつばがないニット帽あると思うんですけど、これをつば付きにしたかったら、まあ、バイザーと一緒にセットでかぶるとそれができます。こんな風に一旦バイザーかぶってですね、ニット帽を、ね、上からかぶると、ね、こんな風にこれと同じようなつば付きのニット帽が完成するので、もしなんかお家に私服とかでも着てるニット帽とかがあれば、いつもつけてるバイザーと合わせてみても冬用の帽子に変わるので、ぜひやってみてください。まあポンポン付きがね、やっぱりね可愛く見えますね。ポンポン付きじゃないのもあるんだけど、やっぱつけたいなみたいな、ポンポン付きのおすすめですね。これだね。はい、以上ですね。あと皆さん一番悩むというか、寒いからアウターとか着たいと思うんですけど、まあもう最近は結構流行ってるから皆さん持ってると思うんですけど、ユニクロのこのライトダウンベストですね。これは1枚あると本当に寒い時にニットの上から着れて、腕がこうスムーズにやっぱり動かせるので本当に便利だと思います。はい。あと
まあ無難なのはやっぱり白、ホワイト。まあでも白だとやっぱりこの辺がね、この女性わかるんですけど汚れやすいのでファンデーションがついちゃって、まあ使い捨てみたいな感じで使ってもいいのかなと思いながら、キャディバッグの中にぜひこうポイッと入れとくと便利ですね。あと、まあ、去年買ったのはもっとなんか真っ白なやつ、これはエドウィンゴルフさんのやつなんですけど、このグレーの二重になっててすごいあったかいんですけど、取り外しも、これが取り外しもできるタイプで、まあ、フードもそのまま取れるんですけど、すっきりしたようにも着れるし、こういう風にラフな感じで着ることもできるので、ちょっとこれは一目惚れして買ってしまったウェアなんですけど、まあ、今年の冬も大活躍するんじゃないかなと思ってます。最後に、まあ、最近ちょっとゲットしたパーカーなんですけど、これちょっとチャンピオンのパーカーなんですけど、あの薄いんですけど実は裏地がついてて、あのニットの上から着てもすごく暖かいし着膨れしなくてスイングもそのままできるので、まあ、見た目もシンプルですし、まあ、何にでも合わせやすいので、もう今ちょっとこれ毎回着てってますニットの上にこのチャンピオンのパーカーみたいな感じで、まあ、こういう薄くて裏地がついてるパーカーとかは、まあ、すごくおすすめできる機能性のあるゴルフウェアだと思います。はいはい、以上で私の防寒対策でした。皆さんの防寒対策もぜひあのコメント欄で教えてほしいと思います。コメントお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ。